こんにちは、アパレルブランドヘルベチカデザイナーのヨッシーです。本日はですね、僕のブランドのヘルベチカの、ハイブリッドテックシャツ 2.0 が、仕上がってですね、先日、最初にオーダーしていただいた方々にはお送りしているんですが、改めて完成品の紹介をしたいと思います。で、こちらがですね、展示会、僕がですね3月にやらせていただいた、展示会で置いてあった、サンプル、こちらがサンプルなんですね。で、これサンプルがタグがついてないんですよ。これちょっとね、これミスなんですけど、まあこういうミスだったりとか、これが完成形なんですね。本当これまた間違い探しみたいな、本当ちょっとしたところをこう変えて完成に至っております。で、まあ、大きな違いとしてはですね、このリブの部分の素材がサンプルの時点ではちょっとね、ほらこう見た時にちょっと色の違いが分かると思うんですけど、完成品はそれが馴染むようになっていたり、まあ、あとはですね、本当にこう、まあ、見た目とか作りはほとんどこのまんまなんですけれども、もう本当細部の、仕様を若干変更してこうなっているっていうものです。はい。で、これがハイブリッドテックシャツ 2.0 です。まあ、今ね、T シャツってちょっと肌寒くなってきてるからどうなのって思うかもしれないんですけど、まあ、年間通して着るし、割とこれにレイヤードしやすいように作ってるので、その説明をあんまししてなかったなと思ったんで、主に今回は着回しの説明をしたいと思います。製品についてはもうオンラインストアの説明欄にもう結構ね、これでもかと書いてあるので、それを見てもらえばなと思います。今回は形状と、あとはそのレイヤードの仕方とかについてお話をしていきたいと思います。これね、これですね、これ横向いた時にここがかなりポイントなんですよ。前の丈がここ、真ん中ここ、後ろここっていう、フロントサイドバックで全部丈が違うっていう仕様になってます。で、これがこの辺からこうポケットにアクセスしやすいように作ってます。これは本当何度も何度もこう修正を重ねてこの形に至っています。で、裾はですね、ほぼ立ち切りの状態に、ロックミシンをかけているという状態なので、これね、ご指摘いただいた方もいらっしゃったんですけど、ちょっとねくるっと上がってきたりします。なんかね、そういう繊細な感じの裾にしたかったんで、あえて今回はこの仕様にしています。で、あとはレイヤードですね、それについてちょっと紹介したいと思います。まあ、後ろにこうオーバーロックがかかっている、ここもちょっとデザインの特徴なので、同じようにオーバーロックがかかっているような、ロングスリーブと重ねたりとか、あとは単純にですね、これから上着と重ねたりとかね、まあ、今回ね、季節的にまだ上着は全然早いと思うんで、まあ、下になんか着てこいつを活かしていくみたいなレイヤードをいくつか提案したいと思いますので、ご紹介させていただきます。着替えになります。パンツはすべてカナダ軍のオーバーパンツです、ハイブリッドテックシャツ 2.0 こんな感じですね。まずは1枚できてます。我ながら本当に最高なシルエットと作りだなぁと、感心しております。前の丈とサイドと後ろとも完璧ですね。下に、CCP のフィルタートップシャツを着ています。これはですね、首部分が、この T シャツ結構空いてるので、こういうハイネックのものを刺して、で、袖は意外と長く作られてるんで、下の袖見えないような感じになってます。こういう合わせもいいと思います。次に、GU のストレッチコーチシャツを着てます、襟部分ですね、ここも綺麗に出るようにネック部分計算されてるんで、こういう風に、シャツものを下に刺してもなかなかいいと思います。次にゲリラグループのタンクトップですね、下に刺してます。ハニカム模様みたいなところが出るんですけど、後ろはあんま見えないけど前から見ると結構見えるみたいなバランスになるので、こんな感じの長いロングタンクを、長いロングタンク、まあ刺してもいいと思います。次、スーサイダルテンデンシーズのロングスリーブ T シャツを内側に着てます。まあ、これね、同系色の、まあ、袖にプリントのあるやつと合わせると、まあ、間違いないのかなと思う。なんかね、パンツシュワシュワする。すいません。失礼しました。で、次ですね、ツリーカモの T シャツ、中に着てます。まあ、これ、軍物みたいな感じかな。アウトドアものかな。まあ、古着なんですけど、こういうかすれた感じのロングスリーブを下に刺してもなかなか悪くないのかなと思いました。次、クレイググリーンですね。同じく、クレイグもオーバーロックかかってる服結構多いので、こんな感じにオーバーロック、後ろを見せていく、袖からも覗かせていくってなると、もう、すごくね、この縫い目好きな人なんだなという感じにもなると思います。で、次、これ結構気に入ってますね。 GU アクティブのなんか薄いプルオーバーみたいな、ジップの
なんかねジャケットみたいなやつなんですよ、はい、前に GU から案件もらった時にもらったやつなんですけど、まあ、こんな感じの、 あの異素材の同系色の薄いやつを下に刺すっていうのはなかなかいいと思います。これ結構気に入ってるんですよ。あの内側はですね、あのパーカーの袖自分でぶった切ったやつで、このハイブリッドテックシャツ 2.0 の首はですね、下にパーカー刺しても綺麗に見えるように計算されてるんで、こんな風にしても違和感がないとなってます。で最後、ライオットディビジョンの、ボンバージャケットですね。上下オリーブっていうなんかね、あのジャンプスーツみたいな組み合わせをちょっとモードっぽくしたくてやってみました。素材感、あの上下で光沢を合わせるとこういう風に見えていいんじゃないかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。本日はですね、ハイブリッドテックシャツ 2.0 のトリセツを紹介させていただきました。トリセツを紹介、ハイブリッドテックシャツ 2.0 の紹介をさせていただきました。これは僕がレイヤードがすごく大好きで、レイヤードをするためにも作ったものの一つです。で、実はここのネックのところ本当にね、ここの形にするのにすごく調節したのは、レイヤードした時にこの多分ね、他の服ってこんぐらいで作るんですよ、ネック、そのちょい下ぐらいに来るようにしたかったんですね。で、重ねた時に色が違うものを着た時は、ここがちょっと出てきて、なかなかこれがレイヤードした時面白いなと思ったのと、フーディーですね。パーカー下に着たりした時に、まあこれは同系色で言った方がまとまりはいいかもしれないんですけど、その時に、こう、パーカーってこう襟がこうなってるでしょ。こう、さっきも着てたんですけど、それがこっから綺麗に出るようにしたくて、この位置にしています。で、これってまあ人によってね、首の 太さとか細さとかによってちょっと違うのであれなんですけど、まあ一応自分基準でこんな風に作っています。で、もう一回ね、このパーカー着た時のネック部分をちょっと見てほしくて、こうやってパーカーを着た時のネック部分が結構自然になるんですよ。こういう服みたいじゃないですか。これあの、まあ、なんでもいいんですよ。古着のパーカーでもいいし、これな、昔のナンバーナインのあのパーカー僕がぶった切ってるやつなんですけど、袖も断ち切りでちょっとこうぐるってなってるんですけど、まあ、こういう風にですね、パーカー着た時に、ここが自然に馴染むっていうような広さぐらいになってます。まあ、あんまりね、下に着るパーカーってヘビーオンスじゃない方が良くて、古着とかでもうなんかもう何回も洗われた、ちょっとね、墨黒みたいになってるパーカーを、こうやってインに刺して、あげるとなんか色もね、黒同士だけどこういうなんかフェードがかかってすごくかっこいいんじゃないかなと思っています。なので、下に何か着るときはですね、このネック部分が出るよと、襟とかシャツっぽい襟もね、いい感じに出るし、パーカーもこんな感じで着られるし、カットソー同士だとそのカットソーの襟同士が重なって、僕はレイヤーが面白いと思ってるんで、そういう感じで着てもらいたいなと思ってます。1枚で着るときはここが普通の T シャツよりちょっと空いてるんですよ。ちょっと空いてるんで、こうメンズのね、この鎖骨をちょっとこう見せるような、ちょっとセクシーな感じで、ちょっとね、セクシーっていうか、まあ、ちょっと男っぽさみたいな、この辺の骨格ってちょっと男っぽさ出るじゃないですか。なんかその辺をちょっとね、出していってほしいんで、できれば1枚T シャツとして着るときは1枚ないし、下に着るのはタンクトップとかの方がなんかこうその時はいいのかなと僕は勝手に思ってます。皆さんのね、好きな着方してもらって全然いいんですけど、まあ、僕としてはこういう楽しみ方を想定して作っています。重ねることを想定して作りました。僕の第二の皮膚としてなんか作るってなった時に、やっぱり重ねるのがすごい好きなんで、服をね、だからそういう時になんかこう可能性のある余白のあるようなネックとか作りにしたかったんですよ。裾も立ち切りにしていて上からロックかかってるんで、普通の立ち切りより全然こう上にくるんとはなりづらいんですけど、どうしてもね、そこが気になる方は、まあ、毎回アイロンをかけて伸ばすか、もしくはですね、干すときに裾をこうやってちょっと癖付けしとくと、まあ、ぐるぐるっとはなりづらくなります。あんまり激しくね、こう、なんかただ切っただけじゃなくて、ちゃんとロックかけてるんで、あんまり激しくぐるぐるなることはないんですけど、まあ、どうしても気になる方はそうやると、ちょっとパリッと。しますっていう感じで、今回ですね、ハイブリッドテックシャツ 2.0 のご紹介をさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram やっておりますので、そちらもぜひよろしくお願いいたします。続けていけモチベーションになるんで、ぜひですね、コメントいただいたりとか、何かですね、話してほしい内容がありましたらコメント欄にお願いします。今回紹介した商品もですね、僕の概要欄にですね、ヘルベシカのオンラインストアがあります。受注も受けているアイテムもありますし、今すぐ発送可能なものもあるので、ぜひ
ひご覧ください。どうもありがとうございました。